演舞開演。どうも、本日はこちらポッカ札幌のトリュフ香る贅沢キノコポタージュを飲みたいと思います。ポッカ札幌のスープ、トリュフってあのトリュフなんでしょうか。本当に香るのかな。トリュフの香りってわかんない。中身はこんな感じですね。では作り方に従って作ってみます。卵茶っていうのはね、カップ麺じゃないし、多分この線まで作るんでしょうね。違ってたらごめんなさい。そして混ぜる。このまま待つということです。しばしお待ちを。時間が来ました。はい、出来上がりです。クルトンじゃなくてパンなんですね。パン、まあクルトンもパンなんです。一種なのかもしれませんが、では飲んでみたいと思います。すみません、その珍味の味がわからない。トリュフの香りというのは正直よくわかりません。キノコの旨味がすごくポタージュに溶け込んでいます。ポタージュなんで、すぐに来るのになって、まろやかに順に広がっていくような感じになる。それが濃厚な旨味を与えていて、とっても美味しかったです。贅沢な気分には確かになりますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。